アンドレノ・オーラン・ドーソンは MLB で活躍したアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。愛称はフォーク。ドーソンが記録した400本類が300盗塁はウィリー・メイズ、バリー・ボンズ、アレックス・ロドリゲスを含めメジャー史上4人しか達成していない。1975年のドラフト会議で モントリオールエクスポズから11巡目に指名され入団。翌1976年9月11日にメジャーデビューし、その年は24試合に出場。初のフルシーズンとなった1977年には139試合に出場して打率。282、19本類打、65打点、21、盗塁の成績でナリーグ新人王に選ばれる。 その後もパワーとスピードの両方を兼ね備えた打者として活躍し、1983年までの間、1980年を除いて、毎年20本類が20盗塁以上を記録。ただしその1980年には打率、308、17本類打、87打点、34盗塁でシルバースラッガー賞を初受賞。守備力にも優れ。 1980年にゴールドグラブ賞を初受賞し、通算8回受賞した。1981年と1983年には、いずれも MVP の投票で2位となった。当初は中堅手であったが、膝の故障もあり1985年には右翼手にコンバート。そこでも華麗な守備は変わらず、1986年を除いて、毎年ゴールドグラブ賞を受賞した。 エクスポーズでは1986年までプレーするが、その年のオフにフリーエージェントとなり、チームを離れた。1986年のオフにかけて、各球団のオーナーが共謀して、高額のフリーエージェントの締め出しにかかった。その結果、エクスポーズでのチームメイトティムレインズは、旧所属球団との交渉解禁となる翌年5月1日まで、どこの球団とも契約できず、 結局エクスポズと契約したり、ボブホーナーも行き場を失い、日本のヤクルトと契約するなど、フリーエージェントにとっては、冬の時代であった。ドーソンもホーナーと同じく、日本行きを検討していたが、妻の反対にあい断念。移籍先はなかなか決まらなかったが、最終的にシカゴカブスに、球団側が好きな数字を入れられる、要金額部分を白紙にした契約書を用意し、 スプリングトレーニング中の1987年3月9日に契約を結んだ。この年のフリーエージェント組で唯一に近い遺跡例となったが、期待は50万ドルでしかなく、カブスのレギュラーでは最低クラスの年俸での FA 遺跡であった。遺跡先にカブスを選んだ理由の一つに、膝の故障を抱えているため、天然芝でのプレーを希望していたことが挙げられる。この年には、 リグレーの風も味方につけたのか、前年の20本塁打から49本塁打と倍増以上の強打を誇り、打点も137を記録。本塁打王と打点王のタイトルを獲得し、チームが地区再開にもかかわらず、MVP に選出された。1989年にカブスはナリーグ東地区優勝を果たし、サンフランシスコジャイアンツとプレイオフで戦った。 しかし同村はこのシリーズで打率。105に終わり、チームもジャイアンツに1勝4敗で敗退。チーム史上44年ぶりのワールドシリーズ出場はならなかった。1990年には通算300盗塁を記録して、300本塁が1989年4月23日に達成していたため史上3人目となる300から300クラブの一員となった。 カブスには1992年まで在籍して、1993年にはボストンレッドソックスに移籍。以後は衰えが目立ち、1995年には故郷のフロリダ・マーリンズに移籍して、2年プレーして現役を引退している。エクスポズ時代の背番号10はラスティスタウブと共に永久欠番となった。2004年にカナダ野球伝堂入りを果たした。 アメリカ野球伝道の投票では2005年から4年連続して60%前後の得票率に止まり伝道入りは果たせていなかったが2010年に伝道入りを果たした。ありがとうございます。